名鉄3700系電車は、名古屋鉄道が太平洋戦争終戦直後の混乱期に相当する1946年から翌1947年にかけて、当時の運輸省より国鉄63系電車の割り当てを受け導入した電車である。車体長20メートル94、扉仕様の大型車体を備える3700系電車は、 名鉄が従来保有した各形式と比較して、約40%収容力が増大し、名古屋鉄道発行の車誌、名古屋鉄道車誌において、終戦直後の混乱期において、輸送内緩和に非常に役立ったと評された。しかしその一方で、大型車体が原因となって、運用区間が限定され、運用上の制約が大きかったことから、1948年から、 翌1949年にかけて全社が他事業者へ譲渡され導入から約3年で形式消滅した。以下、本校においては3700軽電車を本系列と記述する。名鉄においては太平洋戦争中の空襲などによって被災した潜在車両は全在籍車両の約25%に相当する119両に上った。また、 戦中の国士などに近する整備不良者も相当数存在し、車両故障発生による列車の運休が頻発、場合によっては半日以上にわたって運休が続くという状態であった。その一方で、終戦後の福音輸送需要や都市部の食料不足により、郊外へ物資の買い出しに向かう利用客によって、利用客数は爆発的に増加し、 各列車とも車内に乗り切れなかった客が車両の屋根部や連結面、果ては連結機上部へに座り込むなど殺人的と評されるほどの激しい混雑状況を呈した。さらには終戦後のモラル低下から側窓や客用扉を蹴破って無理やり乗車する客も多数存在し、資材不足からそれらの修復もままならないなど車両事情は 極めて深刻な状況に陥っていた。加えて、終戦直後の混乱期という時節柄、車両の申請に関しては、厳しい制限が課されており、鉄道事業者独自の車両製造発注による輸送力改善は事実上不可能であった。そのような状況は名鉄のみならず、日本全国の大手、中小私鉄を問わず全ての鉄道事業者に共通するものであった。 この緊急事態への対策として、運輸省内に設置された鉄道機動統制会の主導により、国鉄が戦中に戦時設計によって設計、製造した63系電車を大都市圏の大手市鉄向けにも増備し、導入することが計画された。また、割り当ての対象となった鉄道事業者に対しては、導入条件として、 各事業者が従来保有した車両のうち一定数を中小私鉄へ譲渡することを義務付けており、大手私鉄の救済のみならず中小私鉄の輸送事情の改善も目的とした政策であった。譲帰経緯により、九百四十五年度下半期及び九百四十六年度予算によって運輸省が発注、製造した六十三系電車合計四百九十両のうち、 もは六十三型百十六両が落成後に割り当て、対象の各事業者へ供給された。このうち名鉄へ割り当てられた二0両が、制御電動車も三千七百系三千七百一から三3710及び制御車、国千七百系二千七百一から二千七百十として導入された。なお、本系列導入の代替措置として、名鉄からはも百型。 も450型など従来車各形式合計12両が中小私鉄への教室対象となり、かんばら鉄道、熊本電気鉄道など各事業者へ譲渡された。も3700系、9700系とも、国鉄63系電車の原設計に忠実に製造されており、その外観、仕様は国鉄向けに申請された車両と同一である。 車体長 19500mm、車体幅 2800mm の車体寸法は、いずれも当時の名鉄に在籍する各形式中最大であり、特に車体幅は地方私鉄法に基づく規定にて定められた最大幅 2744mm を超過していたことから導入に際して特別認可を得ている。主要機器もまた十三軽電車の原設計に沿った。 物を採用、MT30 主電動機、CS5 電空間軸式自動加速制御装置、TR25A 台車、AMA RE 電磁自動空気ブレーキ PS13、両系パンタグラフなど、国鉄正式機器で占められている。ただし、63軽電車においては、運転台側及び連結面側の両側つま面とも、連結機を密着連結機としていたのに対して、 本系列では、運転台、側つまめのみ、波形自動連結器を採用し、また63系電車の特徴の一つである、つまめ膜板部の大型通風口は、埋め込み撤去された。車体塗装は、国鉄車並みの茶色一色塗装とされ、当時名鉄に在籍する車両の標準塗装が、ダークグリーン一色塗装とされていた中にあっては、得意な存在であった。 1946年7月に日本車両製造本店において落成した区2700系2701から2703が先行して入選し、1946年3月から同年6月にかけて川崎車両及び汽車製造東京支店において、 落成したものの、伝送試行が遅れて、同年10月から11月にかけて施行されたも 3700K3701 から3703の導入を受け、同年12月27日より運用を開始した。残るも3704体も3710及び、区2704区2710についても、近畿車両及び、日本車両製造本店において、順次製造。 導入され、翌1947年4月までに全車両が収益した。運行区間は、河川電圧が直流線5 0 0ボルト仕様で、なおかつ名鉄の各路線中最も高規格な路線であった、豊橋線の豊橋神宮前間に限定され、河川電圧600ボルト仕様の名機線には、河川電圧の相違のほか車両限界が強硝な、 区間が存在するなどの理由によって入線しなかった。また導入に際しては、曲線区間や駅プラットフォームの改良工事が、東武線の各所で施行された。20メートル q 4扉ロングシート仕様の大型車体によって従来、車各形式と比較して、約40%の収容力増大を実現した本系列は、終戦直後の混乱期において、輸送難関話に、 大きな功績を残した。しかし一方では前日の通り車体寸法に起因する運行線区の制約が生じ、特に西武線東琵琶島駅付近の庄内側にかかる琵琶島橋梁の車両限界が強小で、本系列の通過が不可能であったことから、本系列は1948年5月に西武線主要路線区の河川電圧1500。 ボルト昇圧工事が完成し東西直通運転が開始された後も運用区間が豊橋堺井間に限定された。同時期には本系列に次いで導入された運輸省規格型車両である3800系の増備が進行していたが運用上の制約の大きい本系列についても3800系で代替することとなり、 1948年10月にも3704体も3706及び、国1704区2706の6両が、小田急電鉄へ、翌1949年4月には残る14両が、東武鉄道へそれぞれ譲渡され、本系列は導入から約3年で、形式消滅した。譲渡先の2社はいずれも、名鉄同様に63軽電車の割り当てを受けて、 導入した事業者であり、小田急電鉄へ譲渡された車両は、同社1800型に、東武鉄道へ譲渡された車両は、同社7300系に、各社の63系電車を出自とする既存形式へ、それぞれ編入されている。譲渡後の各車両の運用については、小田急1800系電車及び東武7300系電車を参照されたい。ありがとうございます。